こんにちは、そっかくのこぶです今回の気になる男第7話なんですけども前回6話が2つ送られてきましたねでそれをまとめて1つの第7話ということでお話しさせていただきたいと思いますでまずね UVI っていう法則がありますこれはですね多くの方が何か自由に話を始めるときに自分のことを喋っちゃうんですよでも自分のことって他の人が聞いて面白いですかね そもそも聞きたくなくって早く終わらないかなっていうふうに聞き手は思ってます。それこそお笑い芸人でもない限りは人を楽しませるトークってなかなかできないと思うんですよ。で、しかもね、聞いてる人はこう思ってるんですよ。ずっとこの人の話を聞きながら自分が口を挟む瞬間を待ってるんですよ。つまり会話を逆転して自分が話し手になりたいと思ってるんですよね。例えばこういうことです。いや、昔ね、俺高校の時こういうことがあってさ、で非常に悩んでたんだよ。その話をこれからするからさ。 いう,ふうに話しし始めるとしますよねそしたらね聞き手の方はあ分かる分かるそういう話あったよね私もねっていうふうに話をすり替えて今度自分のことを喋り出しちゃうんですよつまりは聞き手の人って話し手の話がつまんないと自分のことを話したくなっちゃうんですよ、ね、でも話し手が面白いとそれ,それでそれでえ確かにそうだよねえもっと詳しく教えてよっていうふうにどん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 ね掘り下げてくるんですよねつまりそこには話し手がもっと気持ちよくなってもっと話したくなるようなそんな相づちってものが存在するんですよだから 私はこう思います。相当面白い話ができないんであれば、まずは言う、目の前の人のことを関心持ってその人にテーマを絞りましょう。つまりですね、大切なこと、目の前の人が大切に思っていることを掘り起こしていく。もしくは、危機感ですよね。前の人が目の前の聞き手の人が非常に困っていることは何なのかなってことを探っていく。あとは欲望です。こうなりたい、ああなりたいっていうふうに目の前の人、聞き手が思っていることを話していくんですよ。まあ、例えばね昨今 園児置き去りり事件ってのがありましたバスの中に小さい男の子がもしくは女の子が置き去りになって熱中症で死んでしまうという痛ましい事件ですよね。でそうなるとね2歳3歳のお子さんをお持ちのお父さんやお母さんが目の前にいる時にまずはそこがテーマになるんですよ。最近こんなニュースがありますよねお宅もお子さんがいらっしゃるからちょっと心痛めてるんじゃないですかみたいな感じで目の前の人の感想を聞いて目の前の人の見解を聞いてあげるんですよ。そうだよね そして相づち打つのはこっちです。え、それで、あ,あ、そういうことなんですね。詳しく聞いていいですかってあ,あ、なるほどね。いや、わかるわ、その気持ちっていうふうに、なぜか話し手が相づちを打つんですよ。そうなると聞き手が気持ちよくなって、自分の言いたいことを全部話すようになります。そこでなんですよ。今度は w ィーが入ってきます。w ィーっていうのは、十分聞き手が話し終わった後に、自分の見解と相手の考えを繋いであげるブリッジングするんですよね。そして、私たちは共同体ですよって意識を高めていくんですよ。そうなったら閉めたものです。今度は私の話。 話話しての話を聞いいてもらいやすくなるんですよの、ね、で,すんで選挙演説でも上手な人はまずね会場にいらっしゃる方に質問をします何かお困りのことはありませんかあなたはどうですかとマイクで喋ってくれませんか山本太郎さんが上手ですね山本太郎さんは視聴者の聴衆の一人を取り上げてマイクで喋らせてそれに対して自分の政策を語っていくんですよ上手ですねいつも聴衆の中で困ってる人もう悩んでる人つまずいてる人 そういう人の話を聞いてそれは私たちのこういう政策で解決できますよっていうふうな5万枚のシートの中から瞬時に選んでプレゼンするわけですよあれをですね皆さんの声を聞かずに5万枚のシートを片っ端から喋ったらこれはこれで面白くないですよなぜなら話す内容はいつも同じですからねでも話す内容はいつも同じなんだけども視聴者さん聴衆の疑問質問難問は違うわけですよそれををうまいこと同じ話をするのに その人に合った、フォーカスした話し方をするから、これね、同じ内容なのに、どの令和新請組の街頭演説聞いても面白くて人を聞きつけるんですよね。いやーというふうにね、分析しながら見てしまいました。はい。えー、特にね、私、令和新請組を皆さんに用意書してくれっていうつもりはありませんので、一つの例として申し上げました。まあ私は NHK 等がね、好きなんですけどね。はい。ということで、私もね、自分の話したいこと話してしまいましたけどもね。はい。それで U.E.I. で、WE. でブリッジができたら、最後に、 私からのメッセージっていうことで、じゃあこういうふうな問題解決はいかがですかっていうふうにしていくんですよね。先ほどはちょっとエンジの方のね、例を取りましたけども、例えばですね、最近不況で、 物価高だし、エネルギーも安定しないから、結構家計って厳しいですよねっていう風な投げかけをした時に、目の前の聴衆の方が、こうなんです、ああなんですって悩みをね、持ってるわけじゃないですか。そしたらね、今度は私たちも、あー気持ちわかります。だってそうですよね。僕らが学生の時は消費税もこうだったし、ああだったしっていう形で、お互いの共通項で今度はね、ブリッジ、橋を架けるんですよね。そしたら今度は、それを解決してきたのがこういう方法なんですよっていうふうに、最後は自分の言いたいことをプレゼンするわけなんですよ。そうすると完全に引き込まれた。 目の前の聞き手の方っていうのはもっと詳しく教えてくれませんかってなる確率が高くなるんですよねさあこういう形で UEI の法則を設けているわけなんですけども私の場合はこれを上手に使ってセールスの時っていうのは第1話第2話第3話と作っていくんですよねさあここで UEI の話は一旦置いといてですね「気になる男」ってシリーズを始めてますけども気になる男ねこれどうでしょうかねタカさんに対して私が気になっているところどこが気になるのかそろそろ 聞いてくるような雰囲気はないですかね気になる男って単なるタイトルじゃないんですよ私が実際にタカさんが気になっているからこのシリーズを始めてるんですよじゃあ僕なんかのどこが気になっているんでしょうかって質問がそろそろ来てもおかしくないはずなんですけどなかなか来ないなと思ってるところなんですよねどこが気になるのか気になりませんかってことですよね逆に今度はタカさん私の何か気になるところがありますかと気になる男シリーズですからお互いに気になるところをこうねキャッチボールできればなおのこといいかなと思ってます ちなみに私はもうすでに気になるところを第1話から順番にお話してるんでああなるほどなーって思ってくれることがあればまさに私がタカさんに気になっていることがそのまんま回答になっていると思いますけども改めてここでね私がタカさんのどんなところを気にしているかってことをなんか聞いていただくとまた話が進めやすくなるかなっていうところがありますおそらくですねこの動画のシリーズをご覧になっている20名弱の方もえ久保さんはこのタカさんって人のどこが気になっているのかなって 未だに回答が見えないところだと思いますんでね、えー、この辺で種明かしをしてもいいんじゃないかなという気がしますけどいかがでしょうか、えー、それでね側金ビジネスにつきましてですけども側金ビジネスねこれね別にないわけじゃないんですよ側金ビジネスはあるんですよ例えば私は側金ビジネス持ってます何かっていうと速価塾ですよ速価塾は成立したら何件か売れるんですよ速化、ね、塾は1件30万します何件か売れるってことは 例えばね、週に1回成立すると1件とか2件つまり30万から60万の入金があるってことなんですよなんでそれをしないんでしょうかねなんで私はそれをしないんでしょうか側近ビジネス持ってるのにそれはですね次回お話します <laughs> で側近ビジネスってこのように自分の商品がある人は側近ビジネスがすぐできるんですよ自分のマーケットがあるつまりはアクセスがある人は側近ビジネスすぐできるんですよそしてセールスが上手な人これも側近ビジネスすぐできるんですよ つまり1つの例として側近ビジネスをやるときには準備が必要だってことです要素は3つです商品を用意すること2つ目集客をしていることね3つ目セールスをした瞬間にそれは側近ビジネスになりますってことですで私は商品がいつもありますそして集客つまりコンテンツ発信をいつもしてますだから3つ目のセールスをするってことだけをやれば側近ビジネスはその瞬間成り立つんですよ でも多くの側近ビジネスを求めるという人って何の下地もないのに側近が欲しいだけなんですよ。これは泥棒でもしないと無理ですね。詐欺者って準備をするわけですよ。例えば信頼関係を構築するために3か月半年ものすごく親切にするんですよね。で信頼関係を築いた時に野罪家罪がバッと奪われてしまうってことですよね。つまりは信頼の向こうに詐欺があるっていう側下塾の言葉があるんですよ。 信頼している人に対してしか詐欺ってのは起きないわけですよね。信頼してない人に騙されて物を盗まれるってことはないですからね。だから信頼っていうのはものすごく危ない心理状態だっていうふうに考えることができます。信頼してるからこそ裏切られるわけでしょ。信頼してるからこそ隙が生まれるんでしょ。信頼してるからこそ詐欺られるわけでしょ。だから信頼するってことは詐欺られる要素を自分で作っちゃったっていうふうに考えた方がいいでしょうね。 えこれが側近ビジネスコントねまた話すと長くなりますね。でこの辺で切らしていただいて、えー、と最後3つ目のテーマでお伝えしようかと思いますこれはですね、まあ、今度はタカさんのお話をしようかなと思いますけどもこの YouTubeYouTuber タカさんね YouTuber として活躍してますすごい活動してると思いますちなみになんですけどもどんな人に向けて今回の商品を売ろうとしてるのかなってことね ているようですけどもどんな人にその商品を手に取ってもらいたいのかどういう状態の人がどういう状態になるためのものなのかっていうのが分かると多分情報を受け取った方がね考えやすすいいのかなと思いますどんな悩みを持ってる人にタカさん自身は役に立てるのかなってことをもっともっと押していくと明確になってくるのかなと思うんですよ。 もちろん私とのやり取りは雑談的にやっても別に構いませんけどもことセールスに向かうためには一回一回の動画で一歩一歩視聴者さんに歩み寄っていかないといけないんですよね時には視聴者さんが一歩引いて逃げてしまうかもしれないその時は二歩前に進むんですよそしてセールスを決めた時にピタッと一致すればそれはセールスがうまくいく可能性が非常に高いってことになりますそうなんんですよねあの私はタカさん のこことをこうやってててややり取り取、えー、さしてもらうってことはやっぱり気になってるんですよ気になっているんですけどもじゃあ久保さんどこが気になってるんですかとそしてタカさんのことを久保さんが評価してるのはどういうところなんですかこれがだんだん紐解いていけたら視聴者さんの不安っていうのはどんどん、ね、なくなっていって期待に変わってくるんですよねそして期待がクライマックスになった時にスールスの締め切り日があるとそこで決済ボタンが押されるってことになると思います、まあ、こういうふういふにして まあ、離陸から着陸みたいなね飛行機みたいなあ形なんですけどもポイントってのはあるんですよ同じことをしても早すぎると離陸前に、えー、決済ボタンを押しても飛ばないですしそれから着陸した時に押してもダメなんですよね一番クライマックスでこう飛んでる時一番調子のいい時に「イヤー」とやるとね 飛行機だからどうなるのか分かりませんけども、まあ、売れるということになるんじゃないかなと、素晴らしいフライトの記念ができるんじゃないかなってことですよね。最後はちょっと例えが悪すぎたんでね、イメージできなかったと思いますけども、こういうポカも込みで、これからもね、動画のやり取りさせていただければと思います。はい、じゃあ以上でございます。次は第8話になりますかね。お待ちしております。